タルビーヤはイスラム教の祈りの句で巡礼者がアンダーの栄光のためだけに巡礼を行うという信念を表明する内容になっている。イスラム教における巡礼であるハッチあるいはウムラの際には巡礼者はイフラームを着用してタルビーヤを何度も唱える。こうすることで巡礼者は心身を浄化し世俗のしがらみから離れることができるとされている。タルビーヤの句は以下の通りである。 ラテンも自転車、ラボカ、ロハマラボカ、ラボカラセレカラカラボカ、インナエルホムダは N に、マタラカワエル、ムールカラセレカラカ IPA、ラブバイカ、A、ハムマラブバイカ、ラブバイカラリ、カラカラブバイカ、インナエルハムダワンニー、マータラカワール、ムールカラリ、カラカ、日本語読み、 ラッパイカラーフンマラッパイカラッパイカラーシャリーカラカラッパイカインナルハムダワンニーマタラカワルムルカラーシャリーカラカ日本語訳オーアンダー私はあなたの午前にハベりますオーアンダーひるいなき味方あなたの午前にハベります称賛恩恵体験はあなたのものひるいなき味方オーアンダー私はあなたの午前にハベります タルビーヤの句自体はスンニ派、シーヤ派とも全く同じであるが、シーヤ派では最後にもう一回と唱えるところが異なる。何度も現れるラブカという語の成り立ちについては、アラビア語の文法化の間でも意見の相違があるが、最も一般的には、その場に留まるという意味の動詞的名詞、ラブに、両数対角の愛とに認証単数男性設備時のカがついたものと説明されている。ここで、 両数体格はその物事や行為の繰り返しと頻度を表すとされる。したがって、ラボカは文字通り、私は何度でもあなたに忠実に従うためにはべるといった意味となる。そして、タルビーヤという語自体、この祈りを捧げることを示すラッパの同志的名詞になっている。セーフェティンやズジュ、イスラームの基本知識信仰、崇拝行為、徳、予言者、 ムハンマドの生涯東京、トルコディアーナとジャーミー、154ページ、2021年1月16日閲覧。巡礼、日本イスラーム文化センター、2021年1月16日閲覧。ライト、W.A. グラマー・オブ・ザ・アラビック・ランゲージ、ケンブリッジ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、P2、74。ありがとうございます。